ナンバーアンダーライン愛とクマモンの奇跡のコラボ6月1日の2時間スペシャルで何が起きるナンバーアンダーライン愛がクマモンと共演ファン必見のスペシャルステージを見逃すなテレビから流れる予告編が一瞬にして多くの人々の心を捉えましたその内容はナンバーアンダーライン愛がクマモンと共演するという驚くべきニュースでしたこの発表は ただのテレビ出演にとどまらず、特別なステージが約束されたもので、多くのファンにとって待ち望んだ瞬間でもありました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔神宮寺勇太、ガン太が愛らしい熊本県のマスコットキャラクター熊門と一緒にパフォーマンスをする姿を想像して見てください。その映像が浮かぶだけで、多くのファンの顔には自然と笑みがこぼれます。特に平野翔の無邪気な姿は、 まるで5歳児のように楽しげで、見ているこちらまで楽しくなってしまいます。彼が、こっちこっち、と楽しそうに指示を出す様子は、ファンにとってはたまらない瞬間でしょう。そして、6月1日の夜7時から放送される、With Music の2時間スペシャル。この特別番組は、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが存分に楽しめる内容となっています。デビュー曲、ゴートと最新曲、 ボンを披露するこのステージは、ファンはもちろん、初めて見る視聴者にも強烈な印象を与えることでしょう。ゴートはそのエネルギッシュで力強いパフォーマンスが特徴的で、一方のボンはスタイリッシュで新鮮な魅力を持っています。これら二つの曲は、ナンバーアンダーライン愛の多面的な魅力を余すところなく引き出しており、ファンの期待を裏切らない仕上がりとなっています。 ナンバーアンダーライン愛のステージに対する期待は日に日に高まり、SNS でもその話題が絶えません。ファンたちはハッシュタグをつけて興奮を共有し、そのコメントには喜びと期待が溢れています。例えば、くまモンとゴーと踊ってるなんて信じられないこの距離感で見られるなんて夢みたいといった声が飛び交い、次から次へと嬉しいニュースが続くことに喜びの声が上がっています。 特に、熊ンとのコラボレーションは、単なるパフォーマンス以上のものを感じさせ、多くの人々にとって忘れられない一夜となることでしょう。さらに、この2時間スペシャルには、他にも見どころが満載です。ストーンズの出演も発表され、ファンの期待はさらに膨らみました。特にストーンズのメンバーとナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのような形で絡むのか、その予測や期待が SNS で賑わっています。 収録形式であるため直接的な絡みはないかもしれませんがそれでも同じ番組内で2つの人気グループが登場することは多くの視聴者にとって大きな楽しみですこの特別な夜に向けてファンたちはスケジュールを確認しテレビの前にスタンバイする準備を進めていますそしてこの番組がどれほど素晴らしいものになるかを期待しながら 彼らの日常は少しずつその特別な日へと向けて色づいていきます。ウィズミュージックの2時間スペシャルは間違いなく今年のハイライトの一つとなり、多くの視聴者にとって忘れられない夜となるでしょう。このようにナンンバーアンダーアダライン愛とクマモンのコラボレーションは単なる一つのイベントにとどまらず、ファンにとっての大きな祝祭となります。その期待と興奮はファン一人一人の心に深く刻まれ、 彼らの思い出の一部として長く語り継がれることでしょう。そして、この特別なステージを通じて、ナンバーアンダーライン愛の新たな一面が多くの人々に伝わり、彼らの魅力がさらに広がっていくことでしょう。今回のコラボレーションは、熊ンとナンバーアンダーライン愛の科学反応を楽しむだけでなく、その背後にある物語や背景にも思いを馳せる機会となります。例えば、 モンというキャラクターが持つ地域振興の意味合いや、ナンバーアンダーライン愛がこれまでに築き上げてきたキャリアの中でどのように成長してきたのか、そして彼らがファンとの絆をどのように深めてきたのか、その全てがこの特別なステージに凝縮されているのです。翔くんがモンに向かって何かを熱心に訴える姿や、神宮寺優太とガン太が笑顔で踊る姿、それぞれのシーンがファンの心に焼き付き、 その瞬間が永遠に記憶に残ることでしょう。彼らがどのようにして熊本との共演を楽しみ、そのパフォーマンスを最高の形で仕上げたのか。その背景には、たくさんの努力と練習、そして何よりもファンへの感謝の気持ちが込められているに違いありません。このような特別なイベントが持つ意味は、単にエンターテインメントの枠を超えています。それは、ファンとアーティストが一体となって楽しむことができる。 共通の経験を作り出すことです。彼らのパフォーマンスを通じて、視聴者は感動し、笑い、そして時には涙することでしょう。そのすべてが、この特別な夜に詰まっているのです。最後に、この With Music 2時間スペシャルが放送される夜、テレビの前に集まるファンたちが一つの家族のように感じられるでしょう。彼らはそれぞれ異なる場所にいても、同じ瞬間を共有し、 同じ感動を味わうことができるのです。その瞬間が過ぎ去っても、その思い出は彼らの心にずっと残り続けることでしょう。このような特別なステージが持つ力を信じて、私たちは期待と興奮を胸に、その夜を迎える準備を進めていきます。そして、ナンバーアンダーライン愛とクマモンのコラボレーションがもたらす最高の瞬間を、心から楽しみにしています。その夜、テレビの前で一緒に笑い、 一緒に踊り、一緒に感動することで、私たちは再び彼らとの絆を深めていくのです。With Music の2時間スペシャルが、視聴者にどのような影響を与え、どのような思い出を作り出すのか。その答えは、放送が終わった後も、ファンの心にずっと残り続けることでしょう。私たちはその瞬間を待ち望み、その一瞬一瞬を大切に感じながら、その特別な夜を迎えたいと思います。 この特別な夜に向けて、ナンバーアンダーライン愛のメンバーもまた、大きな期待と緊張を抱えていることでしょう。彼らが日々の練習や準備をどれほどの熱意を持って取り組んでいるかは、ファンにとっても伝わってきます。特に、熊門とのコラボレーションという一風変わった挑戦は、彼らにとっても新鮮で刺激的な体験であり、そのすべてがパフォーマンスに反映されるはずです。平野翔の無邪気な魅力、 神宮寺ゆ太たのしっかりとしたパフォーマンス、騎士太の安定感あるダンス。それぞれの個性が、熊門との共演を通じて、新たな光を放つことでしょう。将軍の幼少期の無邪気さが再び見られるというのは、多くのファンにとって特別な楽しみでもあります。彼が熊門に向かって何かを訴えかける様子や、無邪気に笑う姿は、ステージを一層楽しく、温かいものにしてくれることでしょう。 6月1日の夜7時から始まるウィズミュージックの2時間スペシャル。この特別な放送がもたらす感動は視聴者一人一人にとって大切な思い出となります。ファンたちはこの日のためにスケジュールを調整し、テレビの前に集まり、その瞬間を共に楽しむ準備を進めています。彼らの SNS には期待と興奮の声が溢れ、共有された喜びが次第に大きな波となって広がっていきます。 特に、ストーンズの出演が発表されたことで、この夜はさらに特別なものとなりました。二つの人気グループが同じ番組に出演するということは、視聴者にとっても大きなイベントであり、彼らのパフォーマンスがどのように交差し、影響を与え合うのかに注目が集まります。ストーンズとナンバーアンダーラインアイそれぞれのグループが持つ独自の魅力が、この夜にどう融合するのか。その瞬間を見逃すわけにはいきません。 また、今回の2時間スペシャルでは、ナンバーアンダーライン愛が披露する、ゴートとボンの2曲が特に注目されています。これらの曲は、彼らの音楽の幅広さと深みを示すものであり、視聴者にとっても新たな発見となるでしょう。ゴートの力強いリズムとエネルギッシュなパフォーマンス、ボンの洗練されたスタイルとメロディー。これらが一つのステージでどのように展開されるのか。 その全てがファンにとっては待ち遠しい瞬間です。さらに、この夜の特別な要素として、クマモンとのコラボレーションが挙げられます。クマモンは熊本県のマスコットキャラクターとして知られており、その愛らしい姿とユーモアで多くの人々に親しまれています。ナンバーアンダーライン愛との共演を通じて、クマモンの魅力がさらに広がり、視聴者にも新たな楽しみを提供してくれることでしょう。 モンが踊る姿や、その独特のキャラクターがどのようにナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに溶け込むのか、その瞬間を見逃さないようにしましょう。